Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松並博です。若菜です。今日はバルセロナからお届けしています。はい。今年も毎年バルセロナに来てるんですが、なぜこんなにバルセロナに来るのだろうか、ということを話し合ってみましょうか。見ましょうか。はい、どうぞ若菜さん。バルセロナ、もう感覚的になんかなんだろうね、ほっとする。なんだろう、どちらかというとでも都会というか人が多いところは苦手なんだけど、それでもなぜかほっとするのよね。人は多いよね。いや、街の中はとても多い。世界一の観光都市って今言われてるぐらいなんで、ね、バルセロナの人が多いというよりもここに来る人が多いかな、という意味で街に人が溢れてると。そう、うん、でもなんか一本大通りから離れたところとか入ったところ、路地裏とか、普通にね、住んでる人たちがいるような場所とかは、そんなに人は多くなくて、まあ そうだね、そこら辺を歩いてるととても、ね、心地がいいんですよ。あとは、バルセロナって、夏よく来るからっていうのがあるんだけど、常に光にあふれてるでしょ、でいつも風が吹いていて、で光にあふれてて、その街と街にある、木々と建物と光のコントラストがすごく綺麗なの。朝も昼も夕方も夜も。木がいっぱい生えてるのは道が広いからかね。あれ、街の中にさ、道がすごく広いよね。通路が広いよね。歩道っていうのか、歩道が車道よりも広いぐらいだから、そう。だからなんかの伸び伸びとお散歩ができるよね。ここに来るとだからすごくよく歩くよね。1日10キロ歩きます。本当歩くよね。歩く。ミヒはどんなところで。僕はね、もうね、小さいからのトラウマで、小さい頃からのトラウマで、曇りがダメなんですよ。なるほど。なのでバルセロナは1年のうち300日以上は晴天と言われてるくらい、もう青空で、それがもう一番だね。カリフォルニアも晴れてるけど、バルセロナもいいね。何が違うんだろうね。カリフォルニアもずっと晴れてる。カリフォルニアもいいよ、カリフォルニアもいい。またちょっと違うんだよね、バルセロナの雰囲気。雰囲気は全然違うけどね。あとご飯が美味しいのと、海があるのと、これ夏来てるからなんだけど夜遅いと、夜ご飯が8時半からだもんね、でご飯食べたらもう 10時半とか11時でしょ。そう でもいっぱい人がまたいて、10時ぐらいでも明るいからね。やっと暗くなったぐらいだもんね、10時ぐらいで。そうすると心置きなく夜遊びができる。でも私たちの夜遊びって夜散歩すること。でも夜あんまり出かけるの好きじゃないから。そうなのよ。もう私たちにとっては非日常でもとても楽しいよね。あれは暗くなると家に帰りたくなる。何なんだろう。だって10時だけ見たらもうベッドにいたいっていう感じがするでしょ。時計を見たらね、普段、する他の年とでも10時でも散歩したいでしょ。したい。この違いは何なの。時間じゃないんだね。でもね、街がねまだ起きてるのよ。そう、なんていうの、お店が例えばレストランとか飲食店遅くまでやっているけど、普通のお店は閉まっちゃう時間じゃない、その時間だと。だとしてもなんかね、通路も道沿いのなんか建物も分かんないんだけど、なんか起きてるの。この間11時半ぐらいに公園に行ったら子供がいっぱい遊んでてびっくりしたね。びっくり、いっぱいっていうか満員だったよね。公園が満員、夜の11時半に。
うちゃうちゃと子供たちがいて、で大人たちもあの隣のベンチにすごいたくさん集まって語り合ったりしてね、うんうん、週末だからというのはあるんだろうけど、あれはでもスペインならではの光景なのかな。アメリカでも見ないじゃん。いやアメリカでも見ないし、日本でその夜11時半に子供がすごい公園にいたらさちょっと危ないっていう、危ないっていうか、それじゃダメでしょみたいな感じになるけど、みんな楽しんでるっていうのがなんかバルセロナならではかなと。そうだね、思います。うんうんうん、でそんなバルセロナでいろんな出会いを、ね、もらってるんですけども、バルで、うん、あった一つの出会いとして、はい、今日 ご紹介するジョーさんとの出会いというのがありまして、はい、友人たちとバルで、あれクルーズセミナーの前後、バルセロナでの出版公演の前後だったと思うんだけど、友達とバルでご飯を食べようという話をしていたら、あのさっき友達になった人も連れてていいですかということで、でそこで登場したのがジョーさんだったんですよね。そこからのご縁で、実はすごく素敵なカメラマンであるということで、うん、僕たちのプロフィール写真をなんか撮ってくださることになって、でそのプロフィール写真を使ったらまたまたすごく好評で、まあ、通りでたくさんの方々の、撮影をした実績があるということで、うん、日本の方だと安室奈美恵さん、石原さとみさん、新垣結衣さん、水原希子さん、榮倉奈々さん、ローラさん、竹野内豊さんなど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 、海外だとトム・ハンクスさん、サラ・ジェシカ・パーカーさん、ミランダ・カーさんなど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 、いっぱい、うん、実はいるらしいんですよ、はい、これあんまり知らなくて私写真を撮ってもらったけど、うん、でもなんかすごくなんか僕のプロフィール写真を見ていただくと分かると思うんだけど、引き出すのが、まあ、自然にその人らしさを引き出すのがとても上手、うん、でその瞬間を逃さないのが上手、うん、だね。そうだね、うんうんうん、味わい深い方だったよね。ハンガリーの方、うん、あお母さん、お母さんの注文をね、うん、持ってらっしゃるからっていうのもあるんだけど、うん、あのすごくエキゾティックな瞳をされていて、風貌もあのとてもちょっと個性的というか、すごくこう、うん、自分らしいユニークでかっこいい感じで、でなんか話し方、声を、ね、聞いていただくと多分それを感じていただけると思うんですけれども、うん、なんか話せば話すほど深みにはまればはまるほど興味をそそる、うん、そんな方だなと思いました。う、ね、うんうん、ちょっとどんな話かは楽しみにしてほしいんですが、多分さ、そのいや私写真に撮られることはあんまり必要ないんですけどっていう方もお聞きの方にはいると思うんですけど、まあ、その視点でなく、こう自分の魅力とか生き方とか、なんかそんな視点でも話を聞いてもらえたら良いかなと思います。ということでジョーさんに会いに行っていきたいと思います。眩しくて、言ったジョーさんが言った通り、うん、写真に来てみると結構、まあ、涼しげに撮れてすごい涼しげに撮れてもう汗だくだったのにどこに汗があるんだろうぐらいの感じだったよね。確かに、確かにすごいいい出来だね。ありがとうございます。ね、すごいな、とても自然な2人のなんか空気感が、うん、を撮っていただいて、うん、こうやらせ感がない、やっぱリアルでその心の中っていうか、うん、心の中でこう内から
自分が自分で演出していかないと嘘になっちゃうから、そこがやっぱ自分の中で一番大切にしてるところで、なんかやらせらこうカメラで、で皆さんはプロの人がじゃないから、そのモデルとかじゃないから、動かされてるっていうのがバレると、もうその時点で、なんかその人じゃないみたいな、それを撮る作業でまた引き出す作業っていうのが、僕の強みっていうか一番気にして生きてきた、仕事してきた内容。なるほどね。撮られてみて、で撮った写真を見てどう思った？撮られてみては、あの写真がね、もう先にも最初に載せてもらったんだけど、苦手なんですよ。で、本当に自分の iPhone 見ても自分の写真が1枚もなくて、なんかこう、プロフィールで必要な時とか、本当にみんな皆さん困っちゃうんですよ。私の写真がないので、誰かが勝手に撮ったものをあげたりするぐらいの感じだったので、そのぐらい苦手だったので、やっぱりとてもちょっと緊張を最初したんだけど、でもなんか最初にね、カメラを写真撮られる時のコツがあるんだよってジョーさんおっしゃったでしょ。でなんかこうカメラを見るんじゃなくて、このカメラの奥になんかすごいこういる人たちを思い浮かべて、その人たちを思ったらいいんだよって言ってくださったでしょ、それがとてもなんかしっくりきて、なんかやっぱりこう機械に向かってっていうと難しかったんだけど、なんかね、やっぱりこういろんな私の大切な人たちをここに思い浮かべた時に、やっぱ自然に笑顔になるし、その人たちへのなんかこう大好きな気持ちとか感謝とか、なんかそういうのがこう溢れ出てきて、なんかこう写真を撮られてるというよりも、なんかすごくこう大切な人との温かい時間をなんかこう過ごしてるみたいな感じだった。よく撮られたね。え？この間なんかひどいんですよ。今度なんかヤフーに公式サイトに載るんですけど、でそれの撮影をしなきゃいけないっていうので、それいつやるんですか？撮影スタジオに、行って、その撮られたんですよ。撮られたってこと、で言ったら、まあ顔は撮らないでください。どう撮ろうかな。そのぐらい苦手なんですよ。それでもね、すごいジョーさんの写真はすごい、ちゃんと顔ね見てちゃんと顔が映ってる。貴重です。ありがたい。でもそのさっきモデルさんを撮るっていうのがあったように、その芸能人の方とかモデルさんとか、まあ、要はそれを仕事にしてる人を撮るのと、こう一般の人たちを撮るのでは、なんか撮る時の、なんていうのかな、こう意識というか、まあ、なんか変わるんですか？すごい素晴らしい、いい質問ですね。それ、その一般の方と芸能人の方の違いって、最初答えから言うと、なくて、違いはなくて、その老若男女、美しくてもそんなに美しくなくても、で自信があっても、自信がなくても、全員僕の中では、1っていう評価をしてるんですよ。で僕の仕事は1を、それぞれの1があるんです。それぞれ比べるんじゃなくて、でその1を 1.2、1.5、2ってちょっとその自分が持ち合わせている魅力を出していくっていうのが僕の仕事で、そのモデルとか芸能人は慣れてるんで、すぐ出るんですよ。で、まあ
こう撮られればいいんでしょうみたいな人もいる、うん、知ってるからみたいな。なるほど。で、私どう見られたら綺麗か知ってるからっていうタイプの人は、逆に僕じゃなくても、うん、もう目つぶって押せば、うん、押すことしかできないんですよ。ほー。で、一般の方は、うん、そういう撮影現場の離れをしてないから、うんうん、限られた時間の中でどれだけ親密になって引き出していけるかっていうことが、なるほどね。ということは、その、まあ、プロのモデルの方とかを撮るよりも一般の方を撮る方が難しい。もちろん難しいです。おで、その分、うん、あのスーパーマリオの最後の面をクリアしたように、うんうんうん、あのこう喜びが増えるんですよ。だってモデルさんだったら、うん、まあの動いてくれるし、いい表情してくれるし、うん、分かってるから、うん、その中でもいい表情を拾ってくるんですけど、うん、一般人の方は、うん、どう見せればいいか分からない中でこうやり取りをしてって、うん、でどうやっていい表情、あ、限られた時間の中で、あの、うん、こう引き出した時、うんうん、引き出す、やった引き出したみたいな、そこがですよね。この前86歳のおばあちゃんを撮らせていただいたんですよ、うん、どうしようかと思ってあんまり耳ももう聞こえなくなっちゃったし、うん、で、あのきっとあのご高齢だからすごい重要なところで使われるような、うん、あの写真になるだろうし、うん、で、まあ、案の定時間内にちゃんと撮れたんですけど、うん、あのそういう時はすっごい嬉しいです。うん、だからなんか、うん、僕の中ではあんま芸能人だから、うん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 、や、あの緊張するとか、うん、あの特別視するとかそういうのなくて、うん、こう毎回がこう初チャレンジっていうか、人やっぱ十人十色なんで、うんうんうん、でもその引き出すっていうキーワードがあったんだけど、はい、そのどのように引き出すか、それ聞きたい。それも、うん、人によってやっぱり引き出し方が全然違うんで、で、ツボが違うから、例えば多分緊張してる時、今こうやって喋ってるけど、うん、こう例えばこう僕が今から撮るって言った時に、カメラマン対被写体っていう立ち位置から、うん、あくまで肩書きを抜いてで、うんうん、人対人で向き合っていくっていうのは共通してるところです。それはもう芸能人でも一般人でも同じ、うんうんうん、もう芸能人だからどう、芸能人だから私はカメラマンの言うこと聞かなくていいんだよみたいなだったらもう、あ、その通りですねって言ってもう撮ることしかできない、もうそういうスタンスで来られたらもう、あの、まあ、仕事として割り切ってやるしかないですけど、うん、でもそのゴールはやっぱり人と人とで心でこう触れ合っていくっていう作業をしていく中で表情が生まれていく、うん、そのなんかあの人によってツボが違うっておっしゃったと思うんだけど、はいはい、そのツボはどのように見つけていく、いっているんでしょうか。いい質問ですね。それ、そうですね。なんかこの人はこの、まあ、こういうあの性格だろうなっていうのがおおよそわかるのと、うん、あとどういうものが好きでとか、うん、どういう
そのライフスタイルなのかっていうちょっと話したりして、そう、そこまで話せるといいんですけど、話せない場合もあるんで、そうですよね、そうなんです、うんうんうん、そしたら人として共通項を探して、うん、なるほどね、人としての共通項をお互いに探していくんですか、それ会話で、そうです、そうです、へえ、会話だとか、うん、動きだとか、動きですか、そうそうそう、それはどういう、例えば、例えばこの前ちょうど花粉症、花粉が流行る時期、はい、あるじゃないですか、うん、でこうなんか、はいはいはい、ムズムズするなみたいな、ムズムズするんだけど、やべ、ちょっと今くしゃみできねえみたいな、そういう時の、あの、感じとかのことを話したりとか。へぇ、あ、もう一緒ですね、みたいな。あ、そうそうそう。大変ですよね、みたいなとこでもう共通項を見出していく。そうそう。へぇ、面白い。でもなんかよく、まあ僕とかがテレビを見たり、はい、あの、テレビなのかな、なんかよくカメラマンが撮るっていうふうにすると、うん、わがめちゃんいいよ、綺麗だよ、はい、綺麗だよ、いいよって言われて撮るじゃない、はい、で、まあそれ本当かどうかわかんないけど、はい、それがなんか距離を縮めることなのか、はい、それは全然なんかその架空の話で、はい、もっと実際に撮るときにやる声掛けとか、はい、あ、どんな感じ、いい質問ですね。ですね、うん、これもう自分がそのさっき1って言ったんですけど、うん、1以上に行ってないのに嘘ついて載せるだけのために、うんうん、綺麗だねとは言わない。なるほどね。やっぱり僕嘘つけない性格なんで、あの、だからそれは多分人によって、カメラマンによって多分やり方違うと思うんですけど、あの、そうですね、うん、のせ方でも、ということは、はい、もうやたら褒めることは別にせず、まあしないですね、そのままの、まあ、ありのままの会話を重ねていって、うん、まあ、共通点を見つけたりしていくみたいな、そうですね、で、いいなって思った時にすごい。いや、それは、まあ、それは本当に素直な気持ち。うん、で、あ、ごめんなさい。で、こう、例えば、今、あ、それわざとっぽいとかっていうの、うん、やっぱ失敗例もあるから、うんうん、あ、それ違うっていうのもはっきり言いますし、お、うん、それなんか、やらせられてるよねみたいな今のやらせられてるよねっていうようなのか、まあ、正直にじゃあ、うん、相手に対してそうですね、まあ、反応していくと、うん、そうですね、うん、うん、面白い、なるほどね。でもそのなんかこの間ね話をした時にその表情とかからこのなんていうんだろう、相手のこう魅力をどう引き出すかみたいな、うんうん、はい、のもされてるって話してました、はいはい、あれってどういうことなんでしたっけ、え、あ、エニアグラム、うん、そのなんか今までの経験とかやったことから、はい、その表情を見るとなんか大体どんな感じの性格か分かるってね、はい、あ、そうです、あの、目って脳と直結してる、うん、器官で唯一体の外に出てる器官なので、うんうん、脳で考えてることがそのまま、うん、目に出て、うん、その癖がずっと続くとその筋肉がこう、まあ、変わっていくと、うん、そうするとあのそのある種の傾向が出てくる、うん、で例えば、うん、あのワカメちゃんと、うん、例えばですね、うんうん、そのあの絆を重んじるっていうキーワードがさっき出たけれども、うん、あのそういうあの周りの仲間たちとか家族とかをすごい一番重んじるタイプなんだなっていうのが、うん、こう
最初から分かってると、うん、アプローチの仕方が分かります。それは、言葉のやり取りから取るのか、その表情、表情、あ、表情で分かるんだよ。それで表情を見たら分かるんですけど、うん、すげえな。そうで、ミネオさんの場合は、はい、その空間 がいい、うん、こういい空間であると、うんうん、それを感じ取る力が、うん、あるので、うん、そのまんま、じゃあ、空間がいいとこう気分が同調していくタイプ、うんうんうん、っていうことが分かるんで、うん、あとは自分だから俺が緊張しててとかっていうのもこう察知っていうか同じようにこうシンクロしていくようなタイプ、うんうーん、っていうのが表情で分かるんですか。そうそう、全然分かんない全然分かんないですよこれ。あ、でもそれは結構いいヒントです。あ、うん、そうです。そうなんだ、はい、でも表情っていうよりも目なんですか。そうですね。でも目はね、すべてかかるっていうかね。そう、すごい。何タイプぐらいあるんでしたっけ。それ9タイプあるんですけど、これ目を見れば分かっちゃう。そうね、僕すごい、うん、で例えば僕の場合は、うん、なんか、これ勉強し始めたの19歳ぐらいなんですけど、それまでなんか自分、これ僕のタイプの人はみんなそういう考え方をしてるんですけど、こう自分をあまり肯定できない、うん、自分なんて自分なんてっていうタイプなんですけど、うん、でそんな人がなかなか幸せになれないじゃないですか。どうせああまた私だけのけものとかみたいな、そういう悪い方に、自分のいいとこじゃなくて悪い方にフォーカスしちゃうタイプなんですよ、うん、だからそれを、いや19歳の時にそのままじゃダメだ、このままじゃ幸せになっていけないなと思って、それをよく気づきましたね、19歳で。いや、まあ、僕結構そういう哲学が好きで、子供の時にその星見てて、ああ死んだらどうなるんだろうとか、そういうそのずっと前夜な夜な、うん、その死の恐怖に対して泣いて過ごしてた時期があって、うん、親に聞いてもまだ考えるの早いから、うん、考えなくていいよって言われて、うん、それ答えじゃないから、うん、答えじゃないって言って泣きながら、うん、枕濡らしました、うん、そうなんだ。でそっから、うん、インドに探し求めて、うん、で一人で何回も何回もインドに足を運んで、うん、生きるとは何か、死ぬことは何かっていうことを考えていく中で、うん、まあとりあえずそれに対しては答えが見つからなかったんですけど、うん、こう路上で暮らしてる人たちがたくさんいる中で、うん、すごい幸せそうなんですよ、うん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 、子供たちだけに限らず、うん、すっごい目がキラキラしてて、うん、自分はこんないろんなとこ行けて、うん、まあ、その時大学生なんですけど、うん、もうなんかちょっと働いて旅行行けるぐらいのお金が稼げて、うん、家があって、うん、食べるものに不自由してないのに、自分なんてこんなに不幸で、本当に多分世界で一番不幸かもしれないぐらいなんて思ってたのを、こう頭をトンカチで叩かれたような衝撃で、自分は一体なんでそんなことを考えてたんだろうっていうところで、まあそんなことをずっと考えてました。そこから、そうですね、まあ、哲学的なんですけど、その、まあ、人の幸せってなんだろうなっていうのと、うん、
写真、その人を撮ること、うんうん、で本当の幸せそうな顔ってこう自分をよく見せようとかっていうところから生まれるんじゃなくて、うん、本当心の中から、うん、でしあのいい顔ってしこう心が満たされてれば勝手にいい顔が生まれていくものだから、うん、なるほどね、うん、それをその撮影現場で、うん、まあ再現するじゃないですけど、うん、すごい。じゃあある意味、うん、その短いその撮影時間の中でみんなの一番いい表情を引き出すってことは、はい、みんなの心を毎回満たしてるうん、だったらいいなと思ってます。じゃないとだって表情は出ないもんね。いい表情、そうだよ ね。で瞬間的にこうやって話してる中でも、うん、瞬間的に、うん、一瞬 0. 何秒で、うん、出てきてる。今も見ててすごい、うんうんうん、あの2人ともいい表情が瞬間的にこう話してる中でパンパンパンって出てくるところをシャッターで捉えていくっていう。なるほど。もう、うん、俺が満たされるって感じなんですでも すごいなと思って、なんかよく、うん、そのやっぱり他者との関わりって自分との関わりじゃないですか、はい、でなんかほんと昔ね、子供の頃から自分なんてって思ってきて、うん、自分の中にもしかしたら光よりかは闇をたくさん見てきたと思うんだけど、うんはい、でもその皆さんの一番の光の部分を引き出して見つけて形にこう出していく、はい、表現していくっていうことをやってるのは本当、うん、素晴らしいな。なんかありがたい、この職業につけて本当に幸せだなと思って。いい話だったね。いや深い話ですよこれは。本当ジョーさんの、うん、あの才能も含めてだけど、すごくこうお人柄がの深さ、うん、もしくはこの才能がどこからこうにじみ出てきたかっていうのが分かるようなストーリーだったよね。そうだね、そうだね。ミヒはどんなところが。僕はその撮影をするときに、まあ普通は、そのモデルというか被写体の方に対してこういろんな声掛けをして心を開いていくっていう時に、いい声掛けをしていた方がいいかなと思ってたんだけど、あの嘘をついてまでその声はかけれないっていうところがあって、っていうフレーズがあって、なんかありのままを会話をするという、まあいいと思った時にはいいって言うけど、そうじゃない時は別にとかいいよとか可愛いねとかは言わないっていうのが、なんか思ってたことと違って、その素直さが結果的にクオリティを上げる、まあ、本質的なクオリティにつながるんだなっていうことが感じましたね、うん、なるほどね、うん、はい。若菜さん。私はあのまあ、2つあるんだけど、写真を撮る時間って短いじゃないですか実際に、まあね、特に与えられた時間ってそんなに長くないし、うんうん、それが一般の私たちのようなお客様だとしても、うんうん、そんな一日中撮ってるっていうことはなかなかないわけで、うん、でも初めてそこでお会いする方だった時に、うんうん、どのようにそのなんていうのかな、その人との関わり関係性を、まあ、深めてつなぎながら、うん、なんかその人らしさを引き出していくんだろうっていうところが、うん、なんかすごくこう、まあ、興味がある部分だったわけなんですね。でなんか感覚的なやっぱセンスもあると思うんだけど、うん、その人の魅力、あこれだってキャッチしてそれを引き出していく、そこをフォーカスしていくっていうセンスもあると思うんだけど、でもなんか限られた時間の中で、う
こうすごく親密になっていく、うん、こう才能をお持ちだ、そうだよね、なっていうところにすごく感銘を受けて、うんうんうん、やっぱりなんていうかな、人との関わり合いの中で時間をかけたりすることで関わりが深まっていくっていうのはよくわかるじゃないですか、うん、でもほんの一瞬でも、うんうん、その人を本当に知りたい、その人ともっと深いこうつながりを持ちたいと思った時に、うん、時間は関係なく、うんうん、こうなんていうかな、仲良くなっていける、うん、その人を知っていける、うん、心を開いていけるんだなっていうことがすごくね、刺激になりました。なんか多分ジョーさんの、まあ、素質としてもあるけど、なんか素質以上にこう努力してきたというか、そうだね、でその人の目や表情からどんなことを考えてるんだろうということをこう日々研究したり実践したりしていってるのがここにつながってるんだなという、うんうん、まあ、なので逆に言えば誰でもそのようにできるんだなっていう、そう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 、だからなんか一瞬でもさ、出会った人でも、うん、本当になんかこの人のこと知りたいなとか、うん、大切にこのご縁したいなって思えばきっといい関わり合いがまたできるのかなっていう、こう希望も含めて、うん、そうですね、うん、思ったかなと思い、はいはい、感じました。あと続いてもう一つはね、うん、そのすごくこう自分は不幸だっていうところから、うん、そのジョーさんは始まって、自分の中に生きるとは何かっていう問いかけをされたでしょ、うんうん、なんかその問いをまず自分に投げかけたっていうことが、なんかやっぱりこう、うん、ジョーさんをの人生を開いていった鍵になっている気がしていて、でそしてただ問いを問いかけただけではなくって、うん、その答えを自らインドに探しに行ったという行動が、本当にジョーさんがジョーさんらしく自分の道を生きるために必要な答えを与えてもらった、与えてくれた、流れになったのかなっていうところがすごく面白かった。うん、それ真剣に生きてるよ、人生を。うん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 、生きるとは何かとか、まあ、若い頃は考えなかったもんな。そっか、いや明日はゲーム何しようかなとか同じ年代、ね、今大学の頃ってそれだけなんかこう生きることに真摯に向き合って生きると、そう、あとなんか自分への問い、うん、を持ってそこに真摯にこうなんていうかな、向き合っていった姿勢が、うんうんうん、とても共感する、うん、まあ、だからいい写真撮れるんだろうね。そうだね、はい、ということで今日の魔法の質問は、どのように関わりを深めていきますか、まあ、これは時間軸に関係なく、まあ、短い時間でも、ね、どのように関わりを深めていきますかということなんですけども、さてこの答えを若菜さんどうぞなんで笑うのふふって、いやなんかその振りもだいぶちょっと飽きてきたなと思ってじゃあそれ振りをしないと僕が最初に言わなきゃいけなくなるから、うん、はい、その答えを若菜さんどうぞはい、自ら心を開いていくこと、というとほら、なんていうの、心を開くタイミングって、あ、この人のこと好きだなって自分が思った時とか、うん、この人のことを信頼できるなと分かった時でしょ。まあそうだよね、普通は、うん、でもそれをする前に この出会いに対して何も分かんないんだけど、まず自分から心をなんかこう開いていく、その人との出会いに対して開いていくとか、うん、その人はどんなことが好きでどんな人なんだろうっていうことは分からなくても、うん、その人のなんかなんていうかな、深い部分っていうか存在に対してなんか信頼を持って、うん、この出会いに対しても信頼を持って、うん、なんか心を開いていった時にどんなこう関わり合いが始まるんだろうっていうところが最近の自分のテーマでもあって、そう、それをねちょっと今はやっていきたいと思っています。はい、ありがとうございました今週は
いやいや、みひろくん みひろくんはどうなんですか。僕は目を見ます。それジョーさん、ジョーさんでしょ。みひは目を見てわかるの。いや、わかんないよね、目を見て。まあ、私結構わかるけどね。ジョーさん、ジョーさん派。ジョーさん派、そう。僕は非ジョーさん派。わかんないから。非ジョーさん派のみひが、うん、じゃあどのように関わりを深めていくの、目を見て。目を見て。あ、でもね、いや、そうなんだけど、あの、僕の特技として英語を話さないんだけど英語で会話するっていうのがあって、それは何をしてるかというと、うん、言葉は聞いちゃいないんですよ、うん、なんかジェスチャーゲームみたいな。ああ、やってる。それですっごい受けてるよね、いろんな人たちに。ジェスチャー、まあ、ジェスチャーっていうか、まあ、伝えるジェスチャー、まあ、ジェスチャー伝えるだよね。でもその相手もジェスチャーするわけ、うん、そしたら身振り手振りだけじゃなくて表情とかで、うん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 、そこから読み解いてるわけ、うん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 、文脈を、うんうんうん、まあ結構外れるんだけど、うんうん、なのでなんだろうな、想像するでしょ、イマジネーション、うん、相手の、相手が何を言ってるんだろう、本当の気持ちは何なんだろうとか、うんうんうん、想像するっていうのが、あ、とても大事だね。まあ、短い時間でも関わりを深めるコツです。はい、はい、ぜひ皆さんなりの答えも、答えてみて、人と関わり合っていってみてください。引き続き来週も、はい、ジョーさんの、後半ということで、まあ、さらにね、より深いストーリーを、うん、聞けるんじゃないかなと思います、うんうんうん、楽しみ。ライフトラブラーズカフェは毎週週末に配信しておりますが、ぜひ、気に入っていただけましたら購読ボタンを押していただければと思います。それでは良い週末を。ライフトラブラーズカフェ。